よし、これでなんとか奈良まで乗り切れるかな。途中でちょっとまた近所の店とかあったらね、結構この時間なんでアイドリングタイム入っちゃってる店も多そうですけどね、まあなるべくちょっとお予算の都合もありますけどね。言うていろいろ買ってますからね。いやー、だいぶ地域貢献したんじゃないですかね。沿線だいぶ広域にわたってちゃんと沿線貢献しましたよ、ね。まあ、たまにはこういうこともしないといけませんからね。うちもね、まあドケチチャンネルでございます。まあ何せね、ない袖は触れないというね、現実がございますからあれなんですけどね。まあね、まあ、たまにはこういうこともやっていかないとね、まだあれですからね。なんならね、YouTube でね、お金を稼いで、それをまたね、地域貢献にね、こんな感じでね、使って、それで動画にして、またね、それで YouTube の再生で、ね、収益をね、得られるようになったら、それが一番いいんですけどね、なかなか現実はそんな甘くないですからね。なんでこんだっけなんだ。ああ、そっかそっか。ホテル代を現金で支払ったんだ、そういう結局。だからあれだ、うん、あれそんなにないなってなるわけですね。さあ、ではこう面白いのがこの先からも出れるんですね。そういう構造なんだ。よし。で、糸田発揮がかかって出てきますけどね。それでもう飛んだべね。よし。滝谷不動とかあっち抜けた方がショートカットできるかな。もうちょっと北まで行って富田林から大和高田の方に抜けてく道が葛城の山をね、沿って、行けるはずなんですよね、どっかの道で。それとも勝崎山がある兼ね合いでね、そこを迂回する形になりますから、そうするともう北からね、迂回して、そのまま、うまくと、伊賀の方にね、抜けていく道に入れたら、一番便利便利なんでね。まあ、せっかくやから、針のね、南側の方から、桜井とかの方から入ってても面白いですよね。富田林に来ましたよ。 PL 教団の画面に映ってますかね。 PL 教団のあのでっかい建物が映ってますね。あ、これあれか、富田林のところから前に二重山かな、見とったところに行くにはこれ千早赤坂の方に行った方がいいか。こっち登ってた方が良さそうかな。そう、あのでっかいマンションとかがあるから、これで結構この前歩いたところの、あの奥から見えとったでかい通りのところらへんですよね。二中前なんだ。
で前にドーンと見てないか、ドーンと見えてるのがね、桂木山ですよね。川西神経、何かと思ったら天童よしみの新曲の案内だったんだ。しかも残波なんですね。泡盛が飲みたくなる名前ですね。ドライヤルが切って K2 電機ユニクロ GU で、スタバなんだ。なにこれ、セブンがあるな、あれセブンがあるなと思ったら、セブンがあって、セブンがあるんだ。すげえ、セブンサンドですね。そんな、これオーナーさん一緒なのかな。これでオーダーさん違いますって言ったら、なんかすっげえ揉みそうですよね。しかも四隅の対角線像じゃないっていうのが面白いですね。完全な真向かいなんだ。ハス向かいだったらね、こっち側のね、人は全部こっち側行くやろしってなりますけど。でトライアルね、タタンタタ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 ン、トライアルってこの曲のイメージですよね。タタンタタタンタタンタンタンってずっと流れてますよね。さあ、東条天候モディ、無能空間、夢の、あ、農園を、農園を貸したりするサービスやってんだ。すげえスケールでかかった。で、道の駅カナン、なんかこっちの上に食べれるかな。滝谷不動産ね、滝谷不動ね。で、また今日はこの手のトンネルをですね、これは坂板持トンネルかな。なかなか登ったトンネルですね。登り登りですね。ふらふら、こんな感じで桂木山もね、ストーンとね、貫通できとったらあれなんですけど、まあ、なかなかそうはいかないですかね。金剛来、まあ、いろいろありますよ。トレトレ農産物のニコニコ市場ってな、語呂はいいですね。ミツバチ博物館、なんだあれ、ミツバチ博物館で、これはサビキ山、あれサビキなんや。で、松井軌道すごいです。この辺りってそんな鉄道の軌道を敷設するようなところありましたっけ。で、河南町に入りましたね。道の駅は反対側です。わ、すごい混んでるわ、駐車場超満員。で、金剛さん、金剛さんですね。金剛さんっていうとちょっととある帰国子女な転換さんになってしまいますから、あれですけど、金剛さんね。よいしょ、金剛さん、
本郷さんのいるところのあるところの近くに千早赤坂があって、やっぱありましたね、懐かしいな。でこれは全部、高山って読むやつです。これで高山、へえ、すごいですね、高山みなみ。もうちょっと北の方に向かっといた方がいいんだけどな。道の駅千早赤坂まで2キロなんだ。あれ右出た人欲しかったそう、だいぶこれで山の方にずっと向かって感じなんですけど、こっからもうちょっと北の方に降りていかないといけませんからね。このままだと奈良でもだいぶ中南部、ね、の方に出ちゃいますから、吉野山の方にね、このまま真っ直ぐ行ったらそっちの方になっちゃいますから、ね、ここら辺りであれですよ、川内航空部5000行くならこのまま真っ直ぐバイパスあるんだ。あ、これで行こう、これで行こう、でっかいダイソーも、大川もありますし、これで、ね、奈良市の方まで行けるんだ。この道便利やん。あれ、いいとこで折れたな。これはいい感じで来てますよ。もういつもの訳のわからない、逆走する道に行くようなね、山田ではないんですけど、ね、花山ですよ、名古屋だったら、ね、超繁華街ですけど、よいしょ。富田林の金山、富田林じゃないか、今もここは、千早赤坂、もう千早赤坂村なのかな、これ川の上とか、あ、千早赤坂村になってますね。大阪唯一の村でしたっけね、そうそうそう、大阪府唯一のね村って言ってますけど、まあまあいろいろありますからね、住宅地もしっかりありますし、まあ田んぼもありますけど、資料館道の駅あるんだ。あ、これでさっき言ってた道の駅の方にも行けるんだ。よかったよかった。水分補給もしてますしね、いいですね。なんだ今の開始は。もうちょっといい開始なかったかな。なんかここの T 字路の案内めっちゃ黄色いですね。レモン色でしたね。ヨネス元気でも好きなんですかね。いや、この開始もあかんな。まあまあ疲れきてますね、開始が雑ですもんね、郷土資料館、まっすぐ行っちゃったな。靴だけで夢の屋、何屋さんなんだろう。グリーンロード上がって金剛山もあって31度で、外は言うて暑いっすよ、で水分、お食事どころなんかもあったんですね。結構交通量ですね。あ、でも確かにちょっと村感出てきましたね。こうなってくると村感がありますね。ハンバーグ出てますね。
カフェレモン、でメモリアルパークがあって、これは要は、霊園ですよね。公園墓地上川地、これなんかだいぶ山に合いに差し掛かってきちゃってる気がするんですけど、大丈夫かな。おお、あ、この辺りはもう金剛バスになるんだ。金剛さんだ。ああ、でも外の空気美味しいな。ああ、さあ順調に奈良に向かっております。巻き売ります、すごいな、地域が出ますね。巻きいっぱいありますからね。これで葛城山突っ切って奈良県に入れるのかな。行きもこれでよかったよ。あんなわけのわからんところくる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 、それより全然この道でよかったや。170号から、どこで降りたっけ、富田林か、富田林のねところで降りて、一本でなんて奈良に行けるってことは、これ天理に行けるはずですからね。 PL から天理まで、PL や富田林から天理までね、いいじゃん。で天理まで行ったらもうあとは名阪国道というね、まだ使いますから、はい、バッチリやん。うわ、下った下った、うわ、あ、下ってるのかね。おお、びっくりした。どっから下りになったんだ。あ、今スーッてスピードが上がってたんで、びっくりしたな。あ、奈良県に入ったみたいです。今見えたかな、ね、奈良県の標識がありました。ちっちゃい、めっちゃちっちゃかった、見落とすところやった。長い下り坂、そうそうそう、いや、この下り坂になってますわ。さあ、ということで、これで奈良県に入りました。まあ、3時に奈良県入った。ね、予定より早いぐらいに来てますね。4時ぐらいに天理入れたら全然儲けもんですからね。